もそのお相撲さんがそのサッカー選手にお前痩せた方がいいでっていうふうに言われて、そして一生懸命ダイエットして、その結果スリムな体を手に入れた。じゃあどうなるよ。そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかち。人の話をちゃんと聞けない、それは俺の弱みやと思ってた。いや違う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 、洗脳されてたんよ。だってみんなそう言うもん、そう信じてしまうよ。でもな、それは弱みじゃなかった、生まれ持った才能やった。でもそれが分からずに、それを直そう直そう直そうと頑張った結果、自分の才能を殺してしまった。だから今一度考えてほしい。自分がダメやなって思ってるとこ、弱みやなと思ってるところ、それってほんまに弱みな？それってほんまに直さなあかんの？社会人の時、初めての営業同行、上司との同行です。いわゆる OJT って言われるやつです。そこで僕の営業スタイルを見て、上司がアドバイスをしてくれました。岡崎、お前な、話しすぎやね。自分が言いたいこと、予定してたことをわーって話して、相手全然興味なさそうやで。そうじゃない、まずは相手の話を聞くんや。聞く力というのは営業する上で一番大事な力やぞ。分かってます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 、分かってる分かってる分かってる。あなたに言われなくてもそれができないことは分かってます。この20年間自分はこれができなくて、ダメやでって言われて嫌われたこといっぱいあったから分かるんです。でも治らなかったんです。でも仕方ない、でも仕方ない、この会社でやっていくと決めた。もう子供じゃない、社会人になったから。分かりました、向き合うよ向き合うよ、それを直すよ、聞く力をトレーニングするよ。そういうふうにその時は決めました。でその夜にガーデンパーク、あの和歌山の本屋さんに行って、聞く力のトレーニングの本を5冊ぐらい買った。そしてそうわーってわーってこういっぱいわーって読んでメモを取って、もうそれだけじゃない、東京に行ってセミナーとか講座とかも受けた。ないろんなこと教わったよ。話すのは1割ぐらい、相手の話を聞くのが9割な。自分の言いたいことがあってもまずは最後まで聞く、批判をするんじゃない、ちゃんとうなずいて聞いてるんだよっていうのを全身でサインを出す。自分の本音を言うことよりも相手が本音を言いやすいその空気を作るんやって。言いたいことを言うんじゃない、その環境しっかりと聞くことが大事なんやって。もうそこに書いてることをとにかく全部やりました。それ全部やってったらどうなったか、やっぱり変わったよ、世界が変わった。得意先との関係がめちゃくちゃ良くなった。今まで話してくれへんことをいっぱい話してくれるようになった。本当に悩んでること、本当に苦しんでることも教えてくれた。だからこっちはその本当に悩んでることに対してピンポイントで情報を提供できるようになった。そうすると喜んでもらえた、感謝された、そして信頼関係が深まった。そうすることで商品を買ってもらえた、売上の成績、営業の成績がぐーんと上がったんよ。褒めてもらえたよ、上司に同僚にも認めてもらえたんよ。それ嬉しいやん、だ結果が出たら嬉しいやん。自分がこうやなって信じたことをやって結果が出たら嬉しいやん。これでいいんやって思った。でそのまま会社を辞めた。30の時に会社を辞めて起業をした。起業した時も同じことやろうって思った。相手の声をしっかりまずは聞いて、その声に対応する商品を届けるんだ。それを3年間やったよ。毎日毎日やったよ。一生懸命全力でやりました。その結果生徒さんが増えてった、売り上げも大きくなって、会社もどんどん大きくなった。そしてメディアにも取り上げてもらえるようになった。これでよかったんやって思った。でもな、ピタッ、いや音が聞こえたよ、ピタッ止まった、売り上げピタって止まって、ピタ、いやいや、おかしい、
こんなはずじゃない、いやこんなはずであってはならない、なぜなら売上が伸びるだろうって予想して1000万円を投資して正社員を雇った、それでここで止まってたらどうすんねん、借金がどんどん膨れていくやん、まずい、このままではまずい、もっともっとやらないとって思ってお客さんの声を聞いたよ、もっともっと聞いてお客さんが言うことに対して全部答えた、全部答えた、全部答えたけど何も変わらんかった、空回りやったんよ、どうすんの。この状態2年間続きました。毎月20万円の赤字です。疲れ切ったよ。そんな時に自分の本棚目がいったん、取った、それ日記やった。25歳の時、社会人3年目の時に人生を迷ってた時に書いた日記です。開いた。じゃあめちゃくちゃ汚い字でこう書かれてた。あるがままの自分を表現して世界を変える。いやこれやん、いや これやん、俺のど真ん中これやん、これがやりたいんやん、これをやりたくて起業したんやろ。相手が言われたことに答えるだけじゃなくて自分が心からやりたいことをやって自分らしく生きるために起業したやのに全然できてないやん、なんやこれ。そういえば俺はずっと大人だけじゃないちっちゃい時からこれを求めてたんや、言いたいことを言って好きなことを言って本音をぶちまけてそしてみんなに受け入れてもらえる、これをやりたかった。でもどうや、言いたいことを言ったらのけものにされた、嫌われた、自分の居場所がここになくなったんよ、行くところがなくなったんよ。だからこれ言いたいこと言ったらこいつを本音の自分を出したら嫌われるって思った。だから出てくんなって、お前は出てくんな、お前が出てきたらみんなに迷惑する、みんなの悪いことになる、だからどうか出てくれるなって言ってガチガチに鎖を縛って閉じ込めててんこいつを。そしてな、聞く力を身につけて、で相手の話を聞くということに専念した、こいつを閉じ込めて。でもその結果どうよ、売り上げが止まって借金が溜まっていく、何よりも俺自身が心震えてない、喜びのない毎日や。そらそうよ、パッて見てみ、自分が作った商品と他の会社が作った商品比べてみたら同じやね。だって自分の個性が何も入ってへんもん。そらそうや、つまりこれじゃなくてもいいね、それでもいいし、それでもいいし、それでもいいね、選ばれへんのよ、それじゃ売れへんねん。このままやったらあかんって思った。このままやったら会社も大きくならへん、お客さんに選んでもらわれへん、そして自分が自分の力を発揮できへんし幸せになられへん。だから俺は決めた、あるがままの自分を表現する、そのまんまの自分を表現する。今まで縛ってたよ、心の深いところに縛ってた嫌われ者のあいつをもう解放するって決めた。いいよもう嫌われても、もうそのままの自分嫌われても仕方ない、お客さん減ってもしゃあない、もうずっと背伸びすんのもう疲れたね、だからそのまんまの自分を表現するって誓った。ブログを始めたよ。そのブログでは何やろ、インスタ映えみたいな、なんかワクワクキラキラっていうもんちゃうわ、もうこんな感じ、この動画のような感じであるがままの自分を晒したよ、素顔の自分を表現したよ、自分の強い部分、かっこいい部分だけじゃない、強がっていた部分、弱い部分、ダサい部分、失敗した部分、見せたくなかった部分も全部出した。まずは自分が受け入れて自分の言葉で表現したよ。そうやったらどうなったか、予想通りやった。お客さんが減りました。今までのスタイルから変わったもん。前のスタイルが気に入ってた人は離れていくよ。まあ仕方ない。予想通りやけど、さらに売り上げ減るやん。怖かったよ。でも続けた。じゃあどうなったか。ちょっとずつ増えていって。しかも。めちゃくちゃ嬉しいことが増えてた。ブログ読みましたよ、コラムを見て来ました、 YouTube 見てますよ、
実はおかっちのことうちのパパがファンなんでって、そんな言葉をもらえるようになって、今までなかったよ、そんなこと今までなかったんよ。安いから来ましたとか、商品がいいから、カリキュラムがしっかりしたから来ましたって、そういうお客さんばっかりやった。でもおかっちが素顔を表現してそのまんまを晒したら、おかっちを僕を選んでくれたんよ。僕のことを知って、僕のことを理解してもらって、それでもいいって言った人が集まってくれたんよ。そういう風にちょっとずつお客さんが増えてって、会社も大きくなって、赤字が止まった。 どうよそのまんまの自分が弱いと思ってたとこ、ダメやと思ってたとこ、そいつを出したら会社は潰れる、みんなから嫌われる、居場所がなくなるってそう思ってた。でも違う、そのまんまの自分を解放したら売り上げが上がって、自分自身の喜びも増えていった。今やからわかる。自分が弱みやと思ってるとこ、短所やと思ってるところ、それは場所を変えたら、考え方を変えたら強みに変わるね。俺がそうやった。前の会社ではどうよ、本音の自分を晒す、あるがままの自分を表現する、誰も求めてないねん。そんなことじゃなくて、薬の話を聞かせてよって、俺の悩みを聞いてくれよって、そういうことが求められてた。でも起業したら全然違うかった。自分が何者かを表現しないと選んでもらわれへんねん。これからの時代ってそうやろ、自分の名前で生きていく時代。そんな時代においては、本音の自分を、あるがままの自分を解放する、解放できるということは最大の強みになるね。そういうことってよくない？例えば太ってる人がいた。太ってる人、それはサッカー選手になるんやったらスピードが殺される、だから弱みになんねん。でもお相撲さんやったらどうよ、強い力を生み出す強みになるやろ。でもそのお相撲さんが、そのサッカー選手に、お前痩せた方がいいでっていうふうに言われて、そして一生懸命ダイエットして、その結果スリムな体を手に入れた。じゃあどうなるよ、自分の土俵では力を発揮できません。そういうことやね。弱みを直したり、ダメなところをマスクしていたら、自分の才能とか魅力がなくなっていくんよ。だからあなたに伝えたい、自分のそのまんまを、ありのまんまを肯定するんよ、受け入れるんよ。いいところ簡単やん、いいところはいいよね、簡単です。弱いところも、ダメやなと思ってるところも、コンプレックスに思ってること、トラウマもあるはず。そういう部分を全部ひっくるめて、抱きしめる、ハグする、愛する、肯定するんよ、承認してあげるんよ。それがね、とっても大事だと思う。あるやろ、何年経っても治らないところ、変わらへん自分ってあるやん。それはな、変えなくてもいいことかもしれへんねん。それを変えてしまうと、あなたがあなたでなくなりますよっていう本音のサインかもしれへんねん、声かもしれへんねん。ちゃうで、弱みを直したらあかんって、そういうわけじゃないんよ。身につけた能力、勉強することも大事、本読むことも大事、いろんな能力身につけたらいいと思うねん。でもそういう能力を自分を殺すために使うんじゃなくて、自分を生かすために使ってほしい。俺はどうやった？聞く力を身につけて本音を殺してた。そうじゃない、聞く力を使って相手と信頼関係を結んで、相手の本音、相手の本当に苦しんでるそのトゲの部分を知って、そのトゲを抜いてあげる。そしてあるがままの自分を表現する。そうすることで、自分が伝えたいメッセージが相手に届きやすくなるやん、自分の力が発揮できやすくなるやん、発揮できるやん。だから自分ができないこと、できること、いろいろとあると思うんやけど、できないことを嘆くんじゃなくて、そのまんまの自分を受け入れてあげる、認めてあげる。だってやね、それはあなたの魅力やね、それはあなたの才能、あなたにしかない天才性の扉なんよ。俺はあなたが最高のあなたを表現して生きることを心の底から応援してます。はい、あ、腰が痛い。やりましたね。
そうだったんです。本当に自分にはダメなところがあって、怒られてた部分があって、それをね出さないように封印してマスクして閉じ込めて、スキルをいろんなスキルを身につけて、それで壁をしてたんですよ。スキルで壁をして、お前出てくんなって壁してたんですよ。だから何か突き抜けない自分の能力をうまく発揮できてなかったんです。こんな話があります。自分の天才性、自分の能力を発揮するためには、自分の強みと弱みを掛け算することが大事だということ。エジソン、電球を発明したエジソン、これはあんまり知られてないんですけど、彼は耳が聞こえなかったっていう弱みがあったんです。でもその弱みがあったからこそ、いつでもどこでも読書ができた。その結果、圧倒的な知識を得ることができたんです。その圧倒的な知識と本来持っていた思考力の高さ、その掛け算によって天才が生まれた。そうなんです。弱みを直してたら、その難聴を直してたら、天才が生まれなかった。だからあなたができないことを嘆いているその弱み、そのコンプレックス、それをマスクするんじゃなくて、ちゃんと受け入れてあげて、その意味を読み解いたり、もしかしたら環境を変えることで、土俵を変えることで力を発揮できることがあるのかなと思って、今回マイクを取ってます。ちょっとでも参考になったなとか、力をもらえたっていうのがあれば、高評価ボタンを押してもらえると本当に嬉しいです。このようにこのミスターオカッチのチャンネルでは、生きる力がぐーんって湧いてくる、そんな動画を週1回、いや2回、3回、定期的に配信しています。よかったらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。こんな感じで今日はおしまいです。それでは皆さん、ワンダフルな一日をお過ごしください。さよなら。最高に輝く自分を手に入れよう。